んにちは、のんすけです。ということで今回はですね、まあ2020年最後の動画になっていると思うんですけれども、本当に今年1年ありがとうございましたということと、やっぱりこれからの2021年が始まるということで、そこに向けて僕のなんか思ってることっていうのを話したらなと思います。それで、まあ今年2020年ですね、いろんなことがありました。まあ TikTok を5月に始めたりとか、YouTube をほぼ9月から本格始動、ほぼ9月から本格始動したりとか、あとは、まあそこから Instagram も始めたりとか、まあ Twitter はもともとやってたんですけれども、そこから結構徐々に、なんかオンラインサロンもかなり盛り上がってきたりとかっていうところで、まあすごい変化があった1年だったなと僕自身感じております。で、そんな中でですね、まあ2020年皆様のおかげで、やっぱりこうやって見ていただいてる方とか、いつも支えてくださってる方、いつもコメントをくれる方っていう人に対して、そういう人たちがいなかったら、まずこういうことできてないので、僕はすごい嬉しいので、本当にありがとうございましたという気持ちを伝えたいなと思って、この動画を撮っています。いつも本当にありがとうございます。そして、まあ2021年もいい年にできたらなと思っております。そしてですね、2021年は僕が牛年なんですけど、まあ牛の年なんですよね。牛の年なんで、まあなんか、できんじゃね、なんかいろいろできんじゃねと思ってます。がなんかまあ厄年説もあって、なんかよくわかんない年になりそうです。なのでまあなんかまあ厄年とか年男と厄年とか年男と厄年とか年男とか、なんかいろいろいいことがあったり悪いことがあったりすると思うんですけども、まあいつも通り順調に YouTube も続けられたらなと思っております。厄年じゃなくてもやらかし続けてきたので、まあなんか多分来年ももっとやらかすだろうくらいな気持ちで構えておけばいいかなと思ってます。はい。っていう感じで頑張っていけたらなと思っております。そしてですね、まあ2020年いろいろちょっと活動を始めてきたんですけども、なんか僕の夢とかなんかそういうのってあんまり話したことなかったなとかって思ったんで、なんとなくですよ、本当になんとなく僕のちょっと、あ、こういうこと考えてんだなすけっていうのを聞いていただければなと思います。僕の夢ってなんか今のところ大きく4つあるんですよ。1つ目から話していくと、やっぱり僕筋トレしてるじゃないですか。なんでフィジークで優勝したいっていうのが本当に筋トレ始めた時からめちゃくちゃあったんですよ。で、筋トレ始めて1年と半年ぐらいで初めての大会に出て初戦敗退ですね。なんかそっから僕のボディメイク人生が始まって、めちゃくちゃレベル高いなとかって思ってたんですけど、なんかやっぱりフィジーク優勝したいっていう気持ちがやっぱ強いんですよね。毎日結構筋トレとかしてきて、なんで筋トレしてるのかって言ったら、やっぱ原点はそこだなって最近思い始めてきて、でやっぱりその原点に振り返る、なんか戻るじゃないですけど、そういうところで僕がこうやって筋トレ発信してて、まあ言うてしまえば筋トレ YouTuber なのかもよく分かんないじゃないですか。筋トレばっかり発信してるわけでもないし、まあ筋トレやってる男子のなんか日常を結構ずっと撮ってきてるような僕はイメージなんですけれども、皆さんと僕は結構距離が近いと思ってるんですよ。まあ勝手に。なんかそういうところで僕が一つフィジークの大会とか出たりとか、あとはそういうところで、まあ、結構あわよくばいいところまで行けたら、なんか皆さんの希望にもなれるのかなって思ってます。希望になれるってめちゃくちゃかっこいいし、僕自身も嬉しいんですよね。ナースケがやったんだ、だったら僕も筋トレやろうとか、だったら僕も大会出ようとか、減量頑張ろうとかって言ってくれるのが僕の、根底にある嬉しさに繋がってくるので、なんかそういうところで皆さんの希望になれたら僕はめちゃくちゃ嬉しいなと思ってます。なので2021年に大会に出るかはわからないんですけども、まあフィジークで優勝したいっていう夢があります。だからそれについて来年を動くかなとかって思ってますね。はい。そして二つ目は、まあ、これも、本当に将来的な話です。僕、もともと映画で、ワイルドスピードっていうのが好きなんですよ。かっこいい車がたくさん登場して、まあ、小さい時から、僕の親父が、ワイルドスピードをめちゃくちゃ見てたんですよ。いや、かっこいいよね、やっぱ。スーパーカーはかっこいいよ。って言って、まあ僕の親父も車が大好きなんですけど、まあそれが影響で、僕は車に関してはかなりミーハーです。かっこいいと思ったからかっこいいみたいな。いや、あれはどういうエンジンを搭載していて、こういうタイヤがあるからあれはかっこいいやと、そういうんじゃないんですよね。めちゃくちゃ詳しいわけではない。何事に関してもミーハーなんで、そこはごめんなさいって感じなんですけど、でもかっこいい車に乗りたいなって僕ずっと思ってるんですよ。で、何の車って言われたら、カマロっていう車があるんですよね。トランスフォーマーとかでも出てきたりするカマロっていう車があるんですけど、そのカマロっていう車がめちゃくちゃかっこいいんですよ。で、僕は結構前から、あ、カマロに乗りたいなってずっと思ってたんですよね。まあ YouTube 始める前からずっと生きてる中で
壮大すぎか。カマロに乗りたいなって思ってたんですよ。これはただ本当に夢です。なんかカマロに乗れるかどうかわかんないんですけど、なんか将来的に頑張って、まあ、カマロに乗りたいなとかって思ってます。なんかカマロに乗ったら、なんか僕の中で映画で出てきた車や嬉しいなって、なんか思えるなって、僕が生きてる中でかっこいいなって車に乗りたいっていうのが一つの夢にもなりつつあるんですよね。そして3つ目は今実家で撮ってるんですけど、いつもは初めて一人暮らしを始めて一人暮らしの家で撮ってるんですよね。で、まあ将来的にはまあなんか結構いいお家に住みたいなとかって思ってます。やっぱり実家とかって結構しっかりした家だったりするんですよ。やっぱりそれは僕の親がたくさん頑張って、でたくさんちゃんとお金とか貯めて、で家っていうのを作り上げてきたって思うんですけども、やっぱり僕も親みたいにそうやってたくさんちゃんと頑張って、でちょっといい家に住めたら嬉しいなとかって思ってます。はい。もう本当に単なる夢です。これがだから家買いますとかってそんな財力もないし、まあ、僕はまだ学生上がりで、まあいろいろと払わないといけないお金とかあったりするので、そういう急な話ではないですけれども、将来的にいい家に住めたらいいなって思ってます。で最後4つ目ですね。4つ目はまあ今コロナだから結構きついかもしれないんですけど、海外にたくさん行きたいと思ってます。僕が見てない国とかまだまだ知らない国ってたくさんあるんだなって、まあ将来見れるかわからないけど、ホッキョクグマがいるなら僕は生で見たいし、ラクダがいるならラクダを生で見たいし、ラクダに乗れるって知ってるのに乗ったことない人生で終わるなんてちょっと嫌だなと思って、やっぱりシンガポールとかも行きたいし、ベネツィアとかも行きたいし、アメリカすら行ったことないですよ僕。で中国に学生の時行くはずだったのにコロナが発生しちゃって中国にも行ってないし、韓国っていう言葉何回も聞いて韓国とか結構好きなのに韓国に行ったこともないんですよ。なんかそういう人生ってちょっと嫌だなって思って、4つ目は海外にたくさん行きたいって思ってます。海外にたくさん行って、まあいろんなジム巡りとかしても面白いなとかって思ったりとか、いろんな食事を食べたりとか、そういう文化に触れたりとか、海外に行ってそういう動画を共有できたら僕はめちゃくちゃ嬉しいなって思ってます。僕の体験っていうのを動画で共有できたらなんかすごい嬉しいなって思ってます。海外に行くっていう夢を YouTube でとか他の媒体でもいいんですけど共有できたらすごい嬉しいなって思ってます。以上、僕がなんか勝手に妄想して思い描いてる4つのことです。なんかこれが全て叶うかどうかは分からないんですけど、まあどうせ僕の人生1回しかないなら全て叶えたいなとかって思ってます。なんか全て途方もない目標たちだと思うんですよね。なかなか難しいし、たくさん頑張んないと叶えられない夢だったりとかすると思うんですよ。なんですけど、まあ人生1回きりだし絶対やりたいなと思ってること、これがこの4つなので、まあ全て成し遂げられたら嬉しいなって思ってます。ということで、まあ今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。2021年もぜひよろしくお願いいたします。それではさようなら。